頑張れブリオベッカー、頑張れブリオベッカー、今日も頑張れブリオベッカー、絶対勝つぞブリオベッカー、レッツエンジョイブリオベッカー。藤森ちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、おめでとう。今日も頑張れブリオベッカー。全員全力最後まで、今日も頑張れブリオベッカフレスクレスパ大分のボールでキックオフです。左から右に攻めるのがアウェイの赤のユニフォームフレスパ大分、そして右から左に攻めるのがホーム青のユニフォームブリオベッカ浦安です。まあ、ここは抑えたい。こちら直接狙っていった、モズーシュファインセーブ。気持ちの部分でも大事です。さあ、これはボールを奪って東右サイド出しました。その小島、小島が右足で中に送る、こぼれたところをジョニー、ペナルティエールの中かわして倒れ込みながら相手に当たったか。いや、これはゴールキックとなりますね。いや、素晴らしい。そうですね、今のボール奪ったところからも、はい、小島選手だったら起点になってますよね。あえてそういうボール投げる時もありますし、速いボール投げる時もありますよね。さあ、これはふわりと浮かせて中に送ってくる。さあ、ヘディングで上松競って、こぼれたとどうだ、惜しいですね。最後シュートまで持っていきましたね。小島ですか、狙ってますよね、常に。ミネ、低いボールを入れてきた、シュート打つが、いや、ビッグチャンスでした。絶妙でしたね、パスもそうですし、ミネ選手、上松選手が入るタイミングも良かったですね。あの辺りのプレーも非常にね、軽やかですよね。ヒルデのところ、ね、うまいですね。上がってファーサイド落とした、逃がして前にはいかない、ミネタップしてシュート、これはキーパーナイスセーブ、佐藤俊。これラストプレーとなりそうです。ゴールキック、これ笛が吹かれて前半終了です。ブレベッカ浦安対ベルスパー大分、前半を終了して0対0となっています。第26回日本フットボールリーグ第20節、ブレベッカ浦安対ベルスパ大分、今後半のキックオフとなります。ボールが出ました、藤本中に切り込んでいく。さあ、ボール中井、キーパー本吉、ここはナイスな判断ですね。そうですね、スローインです。さあ、グランダのボール流してシュート打ってきた、ここは佐藤俊ナイスセーブ、惜しいシーンでしたね。そうですね、いい流れでしたね。はい、小島ですね、はい、難しいところが来たと思うんで、あれ右足で結構合わせるの難しいんですけど、はい、打ち込んだロングボール、東頭に当てる、さあ胸頭でアポスト、まだしかしボールはタッチはていません。中に折り返すが、上がりを待ちます。さあ、右サイド山崎、ボックス中かわして中に送るシュート、藤森のシュートは枠の外、試合再開です。中に送ってくる、これはクリアされますが、その後です。おっと、ここはターンしましたが、あ、これは2対1、
ピードのあるドリブルから左のサイド、キーパーも手押し、ここは素晴らしいセーブ、素晴らしいですね、しのぎましたね。ここで長い笛、試合終了です。ブリオベッカ、ウレスタイ、ベルスパー、大分は0対0、スコアレスドローに終わりました。はい、全ての試合勝ちたいと思って頑張っていますが、相手が強いし頑張ってくるのでなかなか簡単ではありませんが、今日のように最後まで全員が濃い汗をかいて、ゲームを終わらせるように、頑張ってますので、引き続きの応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。